か押す。小西さんにちょっと見せてるものがあると思います。これ下から見てみてください。これ何だと思いますか。何だ、何、下から見て見たら分かりやすいです。何だか分かる。チョコレート、チョコレート、ちょっと違います。ちょっと違いますね。セール版じゃないかな。違いますよ。全然違います。薩摩の黒糖ですよ。あ、奄美大島から取れた。一個ちょっとどうぞ。せっかくなんで。ちょっと奄美大島からの、ちょっと触ってみないですか。せっかくなんで。はい。ぜひケニスさん。薩摩の国からですね。触るだけですよ。触るだけ。ええ、握ってくださいよ。握りなさいよ。黒糖ですよ、薩摩の。硬いね、ちょっと。硬そう。匂いは、匂いは。匂いは、うん、お酒っぽいよ。お酒っぽい？お酒臭いよ。なんかそういうアルコールっぽいよ。おお。焼酎っぽいよ。ああ。こういうの舐めたことあります？うん。あ、あるんですか？ないですね。ないですか、うん、一粒あげんですか小西さんに。いやーちょっと、おーす、なんだか名前、はい、もう生成したで、武田問題一つ書いた後どうするの。はい、いやまあその前にこれですよ。薩摩の黒糖、うん、薩摩の奄美大島なんですか。まあ、薩摩の奄美大島ですね。あのね、昔の私の中学校の時の塾の先生、塾の塾長が奄美大島の出身なんですよ。奄美大島の自慢話だからずっと話して、まさに奄美大島の独自の文化なんですよね、あっち方面っていうのは。そうですね。どうですか感想は。初めて黒糖の原料を見て。だからアルコール、焼酎っぽいような匂い。焼酎、そろそろ塩カルビさん、タニアカシお願いします。はい、実はこれ黒飴でも何でもないんですけど、自分がこの前胆石手術した時の胆石なんです。あー、そうなんだ。タニアカシすると本当アルコールにしたんですか。胆石でもアルコールっぽいような匂い。はい、それが体の中あったらしいです。手術した人、名前と書いてあります。どうか取っていいですか、はい、それ物を、お失礼します。うわ、石ですね、まさに。はい、はい、少しカビ引きかけてますけど、なんか外に出しとくか冷蔵庫に入れとけって言われたんですけど、冷蔵庫に、はい、自分そのままにしたんですよ、はい、部屋の中にそのままポーンって置いて、はい、そしたらもう少しもう実は少しカビ引き始めてるんで。カビなんですか。少し色が本当真っ暗やったんですよ。少し白っぽいところがありますよね。茶色みたいな、はあ、少しあれ多分これカビですか。カビとも思うんです。オールス、はい、オッケーです。はい、さん、はい、コニーさんどうですか。うん、だからこれやっぱりアルコールっていうのはもうさ、アルコールですか。胆石やっぱり手術したんです。胆石を取ったんです。胆のうを取ったんです。胆のうの中に石がこんなに詰まってたんです。ああ、そうなの。食べます、ね、はい、私もね、メスの手術は1回だけしたことがあります。大した手術じゃないんですけど、はい。